いや。うちを殺す気なんか！何？ほんまに？やで。いや。あ？がっかりや。
おい、舐めたらあかんで。Yeah.
誰か寝てる。Oh, yeah! Ah!
っしゃいませ。いただきます。よし、行くか。ありがとうございます。純太郎ちゃん、純太郎ちゃん、純太郎ちゃん、あやややや、おい、ん？いや、ツアーで。あのな、ツアーで。いやいや、そうや、ああ。
いや。
することで上達します。さあ、撃つか。よし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 。
よし。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 完璧だな。さあ、撃つか。しまった。
しまった。しまった。よし、こんなもんだな。さあ、撃つか。しまった。よし。しまった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 。よし。しまった。しまった。やっちまった。さあ、撃つか。
よし。しまった。しまった。しまった。よし、こんなもんだな。さあ、撃つか。よし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 。
よし。よし。しまった。しまった。よし、こんなもんだな。さあ、撃つか。よし。よし。ふん。しまった。しまった。よし。しまった。よし。よし。しまった。よし、こんなもんだな。
さあ、撃つか。よし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 。近いうちにリニューアルするって聞いたけど、また。
時間食っちまう。何見とんねん。いや、いや。
ああ。いや。はあ。純太郎ちゃん！なあ！舐めたらあかんで。おおきに。おい。なあ。なに？苦しいわ。ああすまない。堪忍やで。おい。つやで。いい加減にしやがる。純太郎ちゃん。ああ。いや。ああ。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何がいいですか？私の趣味ってゲームなんですけど、上流さんは何か趣味あるんですか？カラオケだな。歌好きなんですね。私も大好き。今度聞かせてくださいよ。この間お友達と居酒屋行ったんですよ。そこで初めて食べたものがあるんです。なんだと思います？明太子だろ。大正解。魚の卵って本当美味しいですよね。ちょっと見た目怪しいですけど大好き。上流さん、ストリーマーってわかります？ライブ動画の配信者だろう。さすが上流さん、何でも知ってますね。そう、私実はラ
ライブ配信とかしてるんですよ。まだ誰にも言ってないんで、知ってるの上流さんだけです。また来てくださいね。いらっしゃいませ。ああ。いらっしゃいませ。はじめまして、あゆです。今日はご指名いただきありがとうございます。一緒に楽しみましょうね。ああ、そうさせてもらうよ。わあ、大人の余裕。こういうお店って慣れてらっしゃるんですか？まずはお酒作りますね。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。上流さんって体格いいですよね。何かスポーツとかされてるんですか？毎日ジム通いしている。やっぱり日々のトレーニングの賜物なんですね。筋肉は一日にしてならずって言いますもんね。上流さん、お酒は結構飲める方ですか？普段どれくらい飲みます？ザルって言われるな。さすが上流さん。けど浴びるように飲んでたらすぐ体壊しちゃいますよ。一日に飲むお酒の量はほどほどにして、毎日私とここで一緒に飲みましょう。また来てくださいね。いらっしゃいませ。ありがとうござ。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。うん。ええ。いらっしゃいませ。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。上流さん、さっきからじっとしてどうしました？胸でっかいな。ありがとうございます。女子の時は G カップぐらいあるんですよ。私健康とか気を使う方なので、休日は楽な格好してることが多いですかね。パンツに健康靴とかかな。そんな感じです。アクセサリーもあんまりつけないくらいで。私ありがたいことにこのお店のナンバーワンなんですけど、上流さんってナンバーワンってどうあるべきだと思いますか？背中を見せ続ける存在かな。おお、語らずとも態度で示すってことですか？確かに見せれる余裕があればサービスの質も上がるかもしれないですね。またお待ちしてますね。
ほんまに？ああ、おい、そうっすね、いいっす。
っす。そうそう。うっす。ん？ああ。そうそう。何？そうっすね。いや。そうっすね。ん？ああ、いや、そうっすね。うん？Yeah. Us. Thank you.
おい。何？
おい。そうそう。ん？ああ。そうそう。いや。え？そうそう。いや。ああ。ん？よし、行くか。ありがとうございます。お疲れさん。
あんな？
よし。よし。
よし、行くか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ばらく寝てろ。おい。いや、いらっしゃいませ。いただきます。よし、行くか。ありがとうございました。よし、ライター。こいつは、よし、ライター。おい。え？
ませてえな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。俺に何か文句あるんか。よし、行くか。ありがとうございます。鍵か。
あ？いらっしゃいませ。うまいな。よし、行くか。ありがとうございました。おい。え？覚悟はいいか。もっと俺を楽しませてえな。
勝負はこれから。おい。は？いや。ああ。Oh!
いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はご指名ありがとうございます。そうなんですよ、最近ますます接客とはってお仕事のこと考えるようになって。上流さんは接客ってしたことありますか？少しだけホストをやっていた。そうなんですか。私はホストクラブに通ったことがないけど、上流さんだったら常連になっちゃうかも。次何飲まれますか？
すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。そうですね、オフの日は決まったことをすることが多いですかね。ルーティーンっていうか、何だと思いますか？フィットネスだろう。そうなんですよ、毎週のルーティーンにしてるから、体を動かさない日が来ると少し気になっちゃうぐらい。体も動かすと心も軽くなりますよ。私、ワイルドな男性が実はリップを塗ってるとか、そういうギャップにときめいちゃうんですよね。ジョリューさんも何かありますか？髪をかき上げた時のうなじだな。上級者のセクシーですよね。普段見えないポイントが見えるみたいな、こういう感じ。ありがとう、いただきます。大事にしますね。ジョリューさん、実は私、将来人助けができるお仕事がしたいんです。こういうお店を持つのもいいと思うんですけど、ジョリューさんは私がどんなお仕事が合うと思いますか？美容サロンの経営はどうだ？なるほど、私は美容が趣味みたいなものだから、それならそのままお仕事に生かせそうです。ちょっと考えてみます。また会えるの楽しみにしてますね。いらっしゃいませ、うん、ああ、上流さん、お待ちしてました。動画配信してると常に次何しよっかなって悩むんですよね。上流さんだったらどういう配信したいと思います？ゲーム実況だな。上流さんがゲーム実況はちょっと意外かも。でもゲーム実況はうまくある必要はないですから、いいかもしれないですね。何がいいですか？
この間ゲーム実況の配信をしたんですけども、みんなが楽しめたかなってすっごい気になっちゃって。お前が楽しむのが一番だ。やっぱそうですよね。人の意見よりも自分が楽しいかどうかですよね。これからも楽しもう。私酔うと結構おしゃべりになっちゃうんですけど、上流さんはどうです？お前の前でだけおしゃべりになる。お世辞がうまいんですから。言っとくけどそんなんじゃ照れないですからね。はい、どうぞ。Thank you. また来てくださいね。いらっしゃいませ。うん。ああ。してました。何がいいですか？はい、お願いします。 Cheers! 乾杯。私、日本のことをもっと知りたいって思ってるんですよ。だから旅とかいろいろしてみたくって。上流さんは旅とか行くんです？日本はいろんな街を回ったな。わお、素晴らしいですね。行ってよかったとことかあったら教えてほしいです。上流さんってモテそうですよね。かっこいいし、体格もいいし、背も高いし、イケメンだし、声も渋いし。確かにモテるぜ。やっぱりそうですよね。ライバルが多くて大変だ。上流さん、私目標を決めました。何だと思います？伝説のストリーマーになることだろう。そうなんです。伝説になれるかはちょっとわかんないですけど、でもみんなに愛されるようなストリーマーになりたいなって。ま
また来てくれるの待ってるね。